本命なら大歓迎なんだけど。雑魚の相手はしたくなかったのよね。これは昨日の。オサ、見たことあるんだ。こいつらはまあ、カッパの一種。甲羅とか、頭のお皿は？その辺のありなしとか、体が鱗か毛か無毛かの違いは、いわゆるバリエ違いの範疇ね。カッパ、スイコ、ガタロウ、ヤマワラシ。あたしのところじゃ面倒だから、カッパの類の鬼をまとめて毛量って総称で呼んでるけどね。地味毛量の毛量かしら。ご名答。地味は山の鬼。毛量は水辺の鬼よ。
やっぱり生物じゃなくて式か。式？式神、御法眷属神、何らかの術に生み出され縛られ刺激される鬼の一種。さっきはカッパの一種って。水神の霊落した姿ともされる。カッパにもいろいろあるわけよ。山の天狗と同様に人からなったカッパもいれば、大工が作った人形に仮の命を吹き込んだロボットみたいなやつもいる。伸びるって話聞いたことがない？片方を伸ばした分だけもう片方が引っ込むって。頑張って辻褄合わせてるんだけど、例えば簡単な藁人形みたいに一本の横棒を両方の腕にしたもので式神を作った場合、つくもやこだまや生き物をもとに作った上等なやつは自我を持ったりするらしいけど、こいつらはそんな上等な鬼じゃないわ。潰しの効かない工業用から未来の世界の友達までロボにもピンキリあるでしょ。とりあえずこいつらには魂魄でいう魂の部分はないわ。ほらほら、雑魚は散ってなさい。おっと、そっちにも一匹いったわよ。え？おさ、やるじゃない。力のこもった一撃じゃないとバラバラにするまで消えなかったりするのよ。木刀の力なんじゃないの？
さて、そろそろ片付いたかな。今ので全部。どうやら打ち止めになったらしいわね。おさ、あんたの血は赤いのね。何色だと思ったのよ。普通に赤いと思っていたわよ。慈しみを得た鬼だって大抵のやつは赤いしね。赤は命の色だから。それでこいつらは一体何？なんで踏み石なんか見張ってるわけ？危ない。悪いけど撤下して。おさ、はあ、まったく仕方ないわね。
さて。髪の長い女の幽霊。むしろ慈しみを持たない霊体だからね。だからそいつは相手とくっついて自分の体と相手の体をつなぎ合わせる必要があるわけよ。力を吸い取るためにね。その木刀ね、かなり本物だったんだ。今まで何だと思ってたのよ。さっき毛利を倒したでしょ。あの程度の雑魚なら一般人でも死ぬ気でやれば倒せるからな。金属バットとかで。でも慈しみを持たない鬼に聞くなら本物だ。すごく小さい核があって、それを椿が包み込んでる。パッと見だと見えにくいはずだ。どれどれ、あんたが誰なのか正体見極めさせてもらいますか。素人さんはごまかせても、ステ天の鬼切り右輪さんの荒みはごまかせないわよ。
なるほど、そういうこと。オサ、残念ながら犯人はこの中にいたわよ。おそらく無意識に抜けてるわね。無誘病者のコンパク版って言えばオサにも理解しやすいかな。オサのところに一人いるでしょ。人の力で補わないと日常生活不自由そうな子が。オサが目にかけ可愛がってる髪の長い女の子が。じゃあ始末をつけましょうか。からって切らないつもり。すでに人に害をなした鬼でしょ。オサは私が鬼切りだって分かって私に助けを求めたわけでしょ。だからさっくりと解決してあげようって言ってるんじゃない。私が切るのはそこの霊体だから、そっちの体の方には傷一つつかないわよ。あ、ごめん、嘘。核の方を傷つけたら体に帰ることがあるかも。ま、その辺はうまくやるから安心して高みの見物してくださいな。合宿先で体調を崩して原因不明の意識不明、責任問題になったらちょっと葵先生苦労するかもしれないけどさ、幸いこの子そういう場合にうるさい親とか親戚なんかはいないんでしょ。右は！自慢大菩薩。願わくば
この一魔部呼ば切らせたまえ。突然飛び出してきて危ないじゃない。いきなりうちの部員に切りつけるなんて。危ないのはどっちよ。大体何それ。よく見えなかったけど刃渡り15センチ以上あるんじゃない。気のせいじゃないの。ヤスミ、この急性期は私が追ってる剣気とは無関係だろうけどさ。邪魔立てするなら仕方ない。無理やりにでもどかすまで。本気なのね。これは。神竜が舞の手じゃぬめ。こんなこけ落としで。あんまり舐めないでよね。ありゃ不発。バカね。巻き技って奇襲技よ。一度昼に出した相手に。そういえば、オサの剣技の底が見たくて、ちょいとサービスしすぎたかもね。剣技に似てはいるけれど、似ているだけで数段劣る。例えばオサが強者なら、剣技の剣技は大駒の飛車。前に加えて後ろにも左右にも長く伸びてくる。
心当たりあるコメントだったかしら。その技、もう私には効かないわよ。じゃあ、裏技で行こうか。天王神流が蛇の道、蛇の目、同じ技？こっちの方の蛇の字は天の尺の蛇、すなわち蛇の目。回転が逆？それに何の意味が？あらゆるものの動きを止める蛇眼、狂眼、イービルアイ。喉を狙うわよ。どう？体が動かないでしょ。あなたは蛇の目に見入られた。状況だからね。かっこ撃破が効くうちに不安要素は消しときたいのよ。休み。さようなら、休み。あんたのご飯は美味しかったよ。それだけで満足できずに鬼になった。自分の体質を恨むんだね。私のことは恨んでくれて構わないけどさ。王様、ね、右は！休み。
ちょっと、休み！よかった、生きて。もう、目を覚ますことはないだろうけど。だって起きないわよ、その子。抜けたまぶいを切ったから、もう戻っては来ないもの。あっさり私に切られた以上、中身は元気じゃなかったようね。それじゃあ、おさ。初めから期待はしてなかったけど、こっちは本命じゃなかったから。恨むなら恨みなさいよ。こっちとら恨まれてなんぼの商売やってるからね。休み。休み。外傷はなし。呼吸や脈も安定しておる。ただただこんこんと目を覚ますことなく眠り続けるか。拾ってきた時のナミちゃんと同じ状況ですね。
そして今のですか。右輪が休みの魂を切ったの。そうしたら休みの体がビクッと動いて、それでそれっきり。相沢さんが幽霊だったなんて。ねえ、私だって信じられないです。私、やすみちゃんになら少しぐらい元気を分けてあげてもよかったのに。私なんてこんなに無駄に余ってるのに。私から吸い取ってれば、もしかしたら私は吸われたことにも気づかなくって、そうしたら休みは切られることもなくて。ザワッチ、私が幽霊退治なんて思いついたから。ザワッチ、今の顔って最初に会った時みたいだよ。私、ザワッチのこと笑わせたくて、笑ってくれるのが嬉しくて、だからもうザワッチのご飯を食べられない。通夜の席には慣れておるが。鈴木さん、縁起でもないこと言わないでください。みんな意味があることかわからないけど、二人を病院に移しましょう。親御さんはいませんから、学院と寮長、それから身元引受人の方にも。彼方へ来るのも彼方へ行くのも嵐が去った後でしょうな。休み、こんなに綺麗な顔してるのに。もう二度と笑ってくれないんだ。設定を保存するってさ、別にしてもいいわよね。セーブできたわよ。青い城。